Now, next is Keiichi Tanami. Keiichi Tanami is one of the most eminent Japanese artists living today. Just look at this exquisite work from his recent book, Psychedelic Death Pop. He's an artist who works in many media, painting, sculpture, animation, of course, even fashion. And he made the posters for the Andy Warhol exhibition in Tokyo. And speaking of Andy Warhol, Warhol も、あったことありましたね。ウォーホルはね、日本でね、日本の NHK っていうその国がやってるテレビ局があって、そこでウォーホールが日本に初めて来たんですよ、展覧会するためにね。アンディ・ウォーホル氏を招き。で、その時にそのテレビのプログラムの、アートディレクションを僕にやってくれっていうふうにテレビ局が頼まれて、それでそのウォーホールを素材にして、その中の番組のビジュアルを構成してくれっていうふうに言われたのね。その頃ウォーホールはもう人気絶頂で、もういろんな人がほら取材とかいっぱい来てね、もう疲れてね、不機嫌なのよ、すごく。ね。それでそれはもう、いくらなんかちょっとこっちって言っても、もう下向いてもう黙ってるわけ。だからもうダメだなと思って、それでその撮影するのをやめて、その NHK の人、じゃあどうしようかって、プロデューサーとね、どうしようかって話したら、アニメーションでやるってことにして、その、インタビューとかあるんだけど、全面僕のアニメーションで作ったわけね。で、それが、ウォーホールにあって一番最初なのよね。それからその後、ニューヨークのそのファクトリーに遊びに行って、会ったの。すごい。ウォーホルはどんな人でしたか？人。いや、普通の人だったよね。それでね、その時ウォーホルがね、ローリング・ストーンズのね、スティッキー・フィンガーズっていう、アナログのジャケットを作ったんですよ。ジッパーのね、それを作った時で、そのウォーホルがそれがね、こういうふうにできたばっかりで、それは積んであったの、こういう横にね、そのスタジオのね。で、これちょっと僕が見てたら、あ、それじゃあそれあげるっていうんで、で、サインしてそれもらってきたの。すごい。わあ、すごい。わあ。先生。わあ。素晴らしい。この頃のね、版画も何もね、ウォールってサインしないのよ。そっか。版画もサイン入ってないでしょ、おウォーホルって。あれ、証明書はつくんだけど、サインを入れてるのは随分後の方なのね。で、この頃はね、ウォールのサインを入れたものっていうのはね、あんまりないのよね。だからこれはね、珍しい珍ね。しいわけ。相当すごいでしょ。素晴らしい。ウォーホルも、タナミさんの、絵も、もらいましたか？それでその時に、僕がね、東京でやるウォーホールの、あの展覧会のポスターをデザインしてくれってね、2枚ぐらい僕がデザインしてウォーホールのポスター作ったのね。そしたらね、その前、ジーンズのその後なんだけど、シルクスクリーンのね、作品ね、2枚くれた。